ください。全然よろしくお願いします。奥野くん、奥野くん、お願い。あれだよね、和田くんの紹介。あ、そうですね、だよね、はい、よろしくよろしく、はい、若いね。でも大学1年なんで19歳。19か、OK、うん、セーフセーフ、うん、19ね、OK、いいね。何でもさ、ガタイもよくない、部活とか行くの。いや、じゃあ、ちょっとだけ、水泳の方。あ、そう、はい、いいね、OK、そうか、そうか、もう、まず、OK、先生。水泳やってたんだ。あ、だからか、ちょっと肩幅はしっかりしてるもんね。そうですね、うん、はい、うん、うん、そうか、そうか、そうか。大学はあれだっけ、早稲田だっけ。そうですね。あー、いいね、優秀。うん、俺慶応。ライバル、総研のライバルみたいな。そっか、はい、オッケー、そうなんだ。あ、もう早速話するか。あ、まあ、その方がいいよね。あ、結構何人かある。うん、そんな感じじゃないけど、うん、なんか、あ、まずはその大久保君の人となり知れたらなとも思ったんで、わざから聞いてるけど、うん、あ、結構やんちゃうみたいな。あ、いや、もう、その、まあ、中学時代は。あ、そっか、だから和田と、中学の友達だからその印象なのか。そうかもしれないですね。あ、そうかもしれないね。確かに確かに。じゃあ話していこうか。ちょっと待ってね。はい。あ、これよかったらあげるよ。地元どこ？地元は、大阪です。大阪。あ、じゃあちょうどいいや。札幌激うまラーメンのこれ、この前さ、札幌行ったのに結局使わなくて。あ、そうそう、もしも行った際にはどうぞ。ありがとうございます。ちょっと待ってね。そうなんだね、でも若いね、やっぱね。学校楽しい、面白い。そうっすね、なんか一応サークルとかも入って。あ、サークル入ったの。はい、両立できるか。あ、大丈夫です。大丈夫。はい、ちょっと厳しいっす。どうだろう、サークルってどんぐらいある。あ、でも、まあ週1。うん、うん、全然大丈夫。あと、頑張り次第だし、はい、自分次第だから、結局。じゃあね、これがね、資料になるかな、これ。うん、じゃあ上から説明していくと、はい、こんな君はアントカセンターのようなものができたんですけども、そしたらですね、このゲートの中に全部ができます。その場合なんですけれど、持ち回りのですね、説明した、この料金が何だったんですね。その時になって、こんな感じでございます。その場合、あなたとこの2人のことかも何とかね、何とかの制度もいくんです。結局持ち回りにはなると思うんで、その時の契約の形の何とかもありまして、その場合になったら何とかもいいかもしれません。で、分かんないとこ大丈夫。今のとこ、今のここかな、結構ってます。大丈夫。あ、はい、全然分かんないとことかあったら、あ、はい、分かんないとことかあったら本当全然、はい、言ってね。はい、その場合ですね、東京大阪でセミナーございますので、そちらもあったかもしれません。かもしれません。そこまで一回3万から4万のお手間をしてます。会長の場合のお手間を使ってきますので、よかったら知り合いとお友達のお手間を使ってきますということかなとかにはなる、うん、感じだけど、これでさ、大体概要って分かってたか。ざっくりは、はい、ざっくり、うん。思った印象と違ったとことかある？印象ですか。うん、そうっす、なんか、あ、うん、うん、全然何でも言って、本当に、うん、最初の説明は、うん、ちゃんとしたいから。うん、うん、もう一回聞けたりってしますか。あ、もちろんだよ。はい、こちらの、じゃあ上から行くよ。ここからでいい？上から、上から、上から、はい。こちらですね、まず、このメッセージをどうぞ。もう、何でもしますので、大変な状況です。その点で、ね、抜かれてるのは、とか、あかん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 、です。契約の内容については、この間、すでに行きましたんですけど、その場合ですね、持ち回りの契約の内容についてもしていきます。まず、友達、家族、何でも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 、頑張り次第で、組み付けしていくように、使います。あとですね、3万から4万のコンテンツの大阪、東京セミナーのお話をしてみて、どうもできるかなとは思いますって感じかな。うん、全然分かんないところとかあったら個別で聞いて、説明とかするから、うん、全然全然。大阪、東京セミナーと4万ってところを聞き取ります。あ、そっか、そこか。大阪と東京で基本的にセミナーがありまして、でその場合ですね、セミナー参加必ずしなければ、月の後の時から選手していただいて、していただくという形かな。ごめんな、早口で。
分かんないところとかあったら何でも聞いて、本当最初の説明が大事だから、うん、なんか本当にね、頑張ったら頑張った分だけって感じかな基本的には、うん、本当に、和田君いるじゃない、和田君とかは月200とかは、うん、あると思うかな、うん、大丈夫、全然本当に無理しないで、全然、うん、全然本当サークルとかもやってるみたいだし、無理しないでって感じで、うん、本当稼ぎたかったら稼ごうっていう感じだから、うん、簡単に辞めれますか、うん、辞めるの、その場合はですね、教えていただいて、うん、つけば、うん、そんな契約書の、そのね、あの、ダブルフローのコンフェスでね、その場合の大会コンフェスとかね、その場合下にないと契約のなんかも含めてもいいかもしれませんという感じかな、うん、どうする、全然無理しないで、本当に、うん、本当稼ぎたい時に稼いでっていう感じだから、あ、うん、さん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 、全然全然全然、うん、とやります、やめとく、やります、やる、 OK、 じゃあこちらにサインの方、ちょっと待って、ペンとかある、ごめんごめんごめん、今、ちょっとまだ質問していいですか？うん、いいよ、僕はここちょっと話してみますけど、ちょっとだけ状況の感じで言えないで質問がかかると思うんですけど、楽しみに質問の中でできますけど、できますけど、からかなくて思いますね、一番から決めたいので、一番大切なことが必要なので、大人の皆さんに参考にして、3人で考えていただけるのがうまくどうなりますか？そうだね、その場合はあ、こうした方がいいかな、あ、なかなか商品の契約書もあるのかなって、その分一人頭がやっていくって感じかな。やめる場合だと、先ほどプランスティで、結局、ツイッティングまでに、一番最初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 に、結局、始めてもらうって、ことですね。そう。OK です。はい。で、これ、母音で、はい。これだけ、母音で、はい。はい。これで、はい。ここに母音。はい。はい。OK。ありがとう。また、頑張ろう。ありがとうございました。え、私のメディア、行ってみましょう。うん。大丈夫だよ。OK。大丈夫だよ。メディア、いつまでか、これ、大丈夫。大丈夫、うん、ありがとうございました、あ、やった、どうしてんじゃないですか、うん、どうしてんじゃないですか、ね、うん、じゃあね、うん、オッケー、うん、大丈夫そうだよ、うん、はい。